老齢厚生年金の、まあ、65歳から、ね、もらっていただける老齢厚生年金の、減額のことなんですけれども、経営者の方はですね、65歳になられてもまだ結構報酬が高い方が多いですから、65歳以降もですね、老齢厚生年金が減額されてしまうという方が多いと思います。老齢基礎年金はね、報酬が高くてもらえるんですけれども、老齢厚生年金は報酬との調整があります。で、この減額の仕組みがなんとかならないかということで、ご相談いただくことがあるんですけれども、これは結論から言いますと、65歳以降の、老齢厚生年金は、役員報酬の支払い方を工夫すれば、全額受けていただくことも可能です。ご関心がございましたらお問い合わせください。